NEDO は高齢者や障害者のクオリティオブライフの向上と介護者の負担軽減に資する技術の確立を目指して、福祉用具の研究開発および普及の促進に関する法律、福祉用具法に基づき福祉用具の実用化開発を行う中小企業などに対し、当該開発に必要な費用を助成する事業や広報活動を行っております。まずはじめは NEDO 福祉事業担当より NEDO および過去の福祉用具実用化開発の助成についてのプレゼンテーションです。それではお願いいたします。皆さんこんにちは。本日はですね、国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構 NEDO のブースにお越しいただきましてありがとうございます。先ほどご案内ありましたが、今回はですね、プレゼンテーションの模様を YouTube のオンラインでもライブ配信をしております。会場にお越しいただけない方ですとか、そういった時間帯もございましたら、ぜひご視聴いただければありがたいと思っております。本日明日ですね、実施するプレゼンテーションですが、これからご説明する、NEDO 福祉事業とは別にですね、大枠となります、NEDO スタートアップ中小企業向け支援事業の紹介、ですとか、またNEDO福祉事業で研究開発をされました事業者さんですね、またはその助成期間中の事業者さんもいらっしゃいますが、そういった企業さんの6社今回ブースに来ていただいておりますが、そちらにプレゼンテーションもございますので、よろしくお願いいたします。またですね、イベントを共催しております、福祉工学カフェ関連の、プレゼンもございます。プレゼンの合間にはですね、NEDO のさまざまな紹介動画をお流ししますので、こちらもご覧いただければと思います。それではですね、本題であります NEDO ですとか福祉事業の助成についてお話をさせていただきます。まず NEDO という組織についてご説明します。NEDO はですね、持続可能な社会の実現に必要なですね、イノベーションを創出する、特にリスクの高い革新的技術の開発を進める、イノベーションアクセラレーターですね、こちらとしての社会の課題解決を目指す組織になります。ミッションとしては大きく2つございます。新エネルギーですとか、省エネの推進によるですね、エネルギー地球環境問題の解決、もう一つが将来の産業の核となるようなですね、技術シーズの発掘による産業技術力の開発と強化ですね、というところです。最近ではですね、2050年の脱炭素化に向けて温室効果ガスの排出量は何パーセント削減するとか、そういった報道があるかと思うんですが、例えば電気自動車普及の鍵を握る次世代電池モーターですとか、あとは合成燃料とか水素に関して、NEDO の名前を聞かれたり、そういったエネルギー関係で聞かれる方が多いかと思います。そういったエネルギーに関するところと、産業の強化という2本の柱がございます。先ほどですね、お伝えしました NEDO の役割であるですね、イノベーションアクセラレーターとしての具体的な動きとしまして、経済産業省からですね、そちらの政策や予算に基づいて、プロジェクトの企画立案、マネジメントを通してですね、産学官との連携を図って、技術開発の促進、製品化による社会課題の解決ですねを展開しております。そのようなプロジェクトの一つである研究開発型ベンチャー育成の取り組みとしまして、福祉用具の実用化開発支援というのがございます。NEDO はですね、経済産業省所管の日本最大級の研究開発マネジメント機関になります。
資料 の半分から下の方に記載しておりますが、NEDO による研究開発事業の概要としまして、画面の左側の方ですね、ナショナルプロジェクトの分野ですとか、右側に記載 のテーマ公募型事業、というのがございます。テーマ公募型事業については次のページでご案内したいと思います。NEDO はですね、シーズ発掘から事業化までシームレスに支援を行っております。示した図ではですね、左 の黒色 の卵の状態からですね、鳥がどんどん自立して飛び立つ、すなわちこれが事業化というところですが、そういったところを表してまして、NEDO の支援事業はステージでそれぞれ表現しております。支援事業としましては、次世代プロジェクトシーズ発掘事業ですとか、研究開発型スタートアップの企業化支援事業、研究開発成果の実用化、事業化支援事業、などなどですね、いろいろございます。自社に合ったフェーズ、性質の事業をですね、ぜひご検討いただければと思います。こういった公募事業の詳細はですね、NEDO のホームページで公募要領などをご確認いただければと思います。またですね、本日13時半からスタートアップ中小企業向け支援事業の紹介というプレゼンテーションを行いまして、より具体的な事業内容ですとか、あとは政府系のですね、スタートアップ支援9機関連携というのがありまして、そういったワンストップサービスなどもご説明しますので、ご参考にしていただければと思います。ここからですね、NEDO の福祉事業についてご案内いたします。まずはですね、福祉用具を取り巻く環境と課題についてお話します。日本はですね、もう皆さんご存知の通りかとは思うんですが、急速な高齢化の進展などを背景にですね、障害者や高齢者に優しい社会の実現のための福祉用具の開発が期待されております。一方でですね、福祉用具の実用化にはですね、市場性などですね、開発リスクが高いところがありますので、企業独特のですね、単独での開発は困難な状況があるかと思います。そこでですね、NEDO がそのような福祉用具の開発実用化を目指す企業を支援することで、高齢者や障害者の QOL の向上ですね、また介護者の負担軽減を目指しております。また今回のようなこのような展示会ですとか交流会などを通して、その取り組みを社会に発信をしております。少し背景と目的について文字で記載しておりますが、NEDO はですね、福祉用具法という福祉用具 の研究開発および普及の促進に関する法律っていう法律に基づいてですね、福祉用具を開発する事業者を対象として、その実用化開発を推進しております。先ほどもお伝えをしましたが、福祉用具の開発を行う企業などに対してですね、助成金を交付することによって高齢者、心身障害者および介護者の QOL を向上することを目的としております。続いてですね、福祉用具実用化開発支援事業の実績について触れていきます。直近6年間の応募状況、半分より上の方ですね、ですが、毎年20件前後の応募をいただいておりまして、その中から 3,4 件が採択となっておるような状況です。製品 の市場化についてはですね、NEDO事業としまして、事業終了後の3年以内において実用化率 50% を目標として実施をしております。過去採択されたですね、テーマ別分類、円グラフ のところですが、車椅子などの移動機器が最も多くて、次いでパーソナルケア関連用具ですね、
そしてコミュニケーション情報支援用具などが多くございました。ここからはですね、2020年度にの採択事例をご紹介いたします。画面の資料ですが、採択当時に各事業者さんに作成いただいたものになります。ちなみにですね、2021年度、今年度ですが、採択案件については資料には記載しておりませんが、最近ウェブで掲載しまして、応募件数9件のうち採択は1件となりました。その助成事業の名称ですが、 3D データを活用した足ですね、足部疾患対応のインソール、靴のインソールの設計と開発ということで、対象の事業者さんは株式会社ジャパンヘルスケアさんというところになります。資料のですね、記載2020年度の事例に戻りますが、1社目ですね、ネドブースにもそちらでブース開いてご展示いただいておりますが、現在ネドの助成期間中でもあります、株式会社イマセン技術研究所さんになります。低年齢の子ども用のバギーを電動の車椅子に変えることでですね、障害を持つ子どもたちの発達を支援するキャリーロコの開発というところになります。2社目ですね、インスタリム株式会社様、内容が3D プリンターを用いまして、より身近で低価格な義足創造ソリューションを提供するための開発というようなところになります。3社目ですね、株式会社ヒューマンテクノシステムさん、こちらも今そちらでネドブースでご出展いただいております。自分の声を失ってしまう方にですね、前もって自分の声を収録しまして、失ってしまった後にも自分の声で話ができる音声合成機の開発をされていらっしゃいます。もしよろしければ後で足を運んでいただければと思います。今ご案内したようなですね、過去の開発テーマ、製品ですとか事業者のご紹介ですね、パンフレットを発行しておりまして、もうお手元にある方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらの、福祉用具のパンフレットございますので、もしよろしければお持ちいただければと思います。またネドのホームページからもですね、ダウンロードできますので、ご参照いただければと思います。1点注意事項なんですが、パンフレットの中にですね、福祉用具の実用化開発の助成について、過去の、事業の概要などを、掲載しておりますが、次年度の公募内容については、現在検討中でありまして、未定となっております。準備が整いましたら、ネドのホームページに公募予告ですとか概要をまた掲載しますので、そちらをご確認いただければと思います。福祉事業以外も含めてなんですが、ネドの公募事業の検索方について、ネドのトップページを画面に掲載しました。上の方のですね、赤の矢印で示しました、実施者募集、括弧公募という、タブからですね、最新の公募情報、基本計画ですとか実施方針、公募要領などですね、こういった一覧を、ご確認いただけます。またですね、ネドの公式のツイッターがございまして、登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されました最新の公募情報、お知らせをですね、随時ツイッターにてお送りしております。壁にもちょっと貼ってご案内しておりますが、ぜひご活用いただければと思います。最後になりますが、ネドはですね、皆様の優れたアイデア技術を生かして、共に日本の未来を作るイノベーションを起こしたいと考えております。
ぜひ、NEDO のテーマ公募事業にですね、ご応募いただければと思います。私からは以上になります。引き続きですね、15分から20分程度おきに、各プレゼンテーションがずっとこう終日ございますんで、ぜひご視聴いただければありがたいです。またご来場の方で、個別にNEDOについてですとかご相談ご質問ございましたら、この後お声掛けいただければと思いますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。 NEDO